はい、こんにちは。こんにちは。今撮ってる。僕も今撮り始めて、ノンフィクションちょっとまあ、ああ普通にノンフィクションドキュメンタリーな長くダラダラしようかなって、うん、今日はあの元リスナーの吉金洋介さんが来てくれました。はい、どうも。で今ちょっとあのパニック探偵事務所っていう気違いみたいなキャラでいたあの、はい、その後サージン先生ってなった、はい、あのおじさんと、はい、おさぼさんとおさぼリーマン、はい、菊池さんと5人で釣りをしに行くと、はい、伊代ちゃん的にはこう仕事今どうですか？仕事は今無職状態ですね。派遣切りですか？派遣切りですね。なんでそのエネオス？エネオスで、まあ、うん、派遣で行ってて、うん、でまあ会社その派遣先の会社が、うん、もうけあの、派遣会社を契約切ると、もう全部丸ごと自動的にだから何かやらかしてクビじゃなくて、はい、派遣のあの小泉政権が作った派遣切り、うん、派遣緩和によって、はい、だから陽ちゃんの場合あの病気で正社員無理だじゃん。まあ分かんないいやだって正社員そこ誘われたんでしょ。正社員にならないか陽、はい、ちゃんって言われて言われたんですけど、はいはいはい、あのいやいいですって言って、うん、やっぱりその重いっすか正社員は。いやなんかガソリンスタンドの正社員ってなんか見てて、うん、きついよやっぱ、うん、休みも全然なさそうだし。そうやね、うん、やっぱ正社員になったらその分やっぱサラリーマンは、うんうん、きついと思う。そうですね。でも正社員になってたら切られてなかった。もちろんもうだって派遣先の方の正社員ですからね、うん、あ派遣先の正社員あ派遣の正社員になり言われたんじゃないの？それもあ派遣エネオスの正社員になり言われたの？そうそうそう。エネオスが本家が、あなたは仕事できるから入ってよって言ってくれたんだ。僕に結構なんか言ってくるあの男のあの元、まあ、先輩が元暴走族とかいうあの社員の人、まあ元暴走族の総長。いやだから元暴走族だってことを会社で常に言うことによってこう俺は強いんだって意識を植えたかったんじゃない？で逆にちょっと言わないもんな。いや、暴走族の人言いたいんじゃない？言いたいかな。やっぱ特攻隊長とか。でもそれちょっと変な風に見られるじゃん。いやいや、まあそれがもう売りで、でその人がそのいい人で、はい、陽介さん結構やるから正社員になってくれってお願いされたけど、はい、やっぱ正社員のそのハードルが高くて、はい、ちょっと嫌になっちゃったと。ちょっと断っちゃいましたね。うん、はい、で今後の陽介さんの人生にこう映画陽介ですこれこれこれノンフィクションです、これ。ノンフィクションドキュメンタリー、ありのままの。で、陽介さんは、これどこまで言っていいのかな、はい、その薬中毒っていうのもあって、まあ、そうですね、薬を。とか、まあ、いろんな薬の中毒になっちゃって、で、まあ、やめとこうか、これ。なんか、それ、その薬系って YouTube でなんか、いいよ。やばいんじゃないですか。全然いいよ。だから、数字持ってるの？いや、数字はわかんないけど、その、それ違法薬物の話したら、はい、それ警察動くかもしれないよ。で、陽ちゃんはそういう違法はやってないじゃん。やってないです。で、リスナーたちでその大麻やってるやつとか、あの覚醒剤取引とかさ、そういういろんなもう薬売っちゃってるやつもいるじゃん、リスナーで。え？いや、リスナーでその、はい、もう大麻製造しちゃったり、はい、そういうのを身元をバレると逮捕されるんじゃないの？でもあれ合法の国だから大丈夫で大麻を作っちゃって。あそこダメっすよ。あそこ大丈夫？いや、ダメっすよ。大丈夫って言ってたもん、本人は。ギリギリの、だからその地域のグレーゾーンですね。そう、あの大麻合法の国からのすぐ近くだからいいんだよ。だって警察捕まっても許してくれるって言うんだもん。あ、だからほぼほぼ反合法みたいな地域、はい、まあ紛争地域だからで、うんうん、まあちょっと話戻って、で今日ちょっとそのようちゃんのその人生と映画様子を撮るにだってね映画化ですよ、ついに映画陽介。今、ちなみに彼女の方は、彼女は10年いません、はい、で、この間僕と一緒にその10年ぶりにその10年間その、はい、女性おっぱい触ってないから、はい、僕あの北方健三のプレイボーイの大ファンのおじさんがいて、はい、人生そうねってだけ、うん、デラベッピンな、デラベッピンやっちゃうけどそのみたいな、はい、その影響で、はい、僕はその陽介さんに、はい、その10年やってないなら、はい、風俗に行こうと一緒に行ったじゃないですか。行きましたね。ねえ、はい、今日も行きますか。行
ましょう。行きましょう、ぜひ。1時間ぐらいで来たんじゃん。止まった。ようちゃん今回釣り動画じゃなくて、はい、モンキーキヨスケっていう男の人生にスポット当てていく、はい、で今無職でいつまで仕事はどうするんですか今後。仕事はまあとりあえず失業保険もらって、うん、ぼちぼち考えたいと思います。ブレイキングダウンはなんで応募しなかったんですか。出るって聞いてる。ブレイキングダウンはちょっと あ、いたいたちょ本当に痛い。ナックル返すな、痛い。ナックル返すなって。ガンってやって。いや、危ない危ない。痛い。本気で殴ってくるんだよ。もうこのね、拳ミスって。これやべえわ。結構やるよ。遠い走れ。いや、違う違う、今回見た勝てる。勝てるよ。じゃあちょっと釣り行く前にさ、はい、あの、ラーメン。ラーメン。ラーメン屋がさ、満帆でさ、はい、で、手前におる3人組がさ、はい、もう10分前から食い終わっとんね。食い割っとるけど、なんか座ってダベっとんねん。入れへんね、店に。入ってやろ。めっちゃうまそうなラーメンだね。食べてみます。いただきます。うまそうだね。はい、自分は味噌チャーシューいただきます。このね、気どくならへんか、そう。寝てしまったんか。あ、お願いします。あ、お願いします。ちょっとごめんなさいね。喧嘩してない。喧嘩してない。あ、もう和解したよね。僕は、まあ、あんま関係ない。あんま分かんない。僕も別に誰でも喧嘩してるつもりないですけど。じゃあちょっと釣りしましょう。カワチまたでかくなったんじゃない。いや、こんな感じだよ。こんなもん。うん、いや、一番初め喧嘩してます。じゃあちょっとガチ釣りしていきますわ。サワチンさん何投げてるんですか。スキナベイト。スキナベイト。連絡つきました。あ、メールした。あ、うん、誤算はね、もうシャッと投げたら釣れるから。あ、ご、いや、心地いいね。今小1時間ちょっと投げて反応ちょっとないんですけど、気持ちいいです。とにかく誤算は奇遇っすね。こんにちは。サニーブロスのプロの方。プロではないですけど、やっぱその、はい、なんか帽子のメリハリでちょっとかっこいいですね。ですかね。あの、雰囲気出ます。ちょっと朝がやってるんですけど、嘘ですけど、はい、今1時間やって釣れないです、はい、難しいですかね、やっぱり。今どういう状況ですかね。まだ今さっき来たばっかで分かんないですけど、これも秋なので巻物、はい、もうおさおさん、これ誤算で何年で釣りしてるの。30年やってる。え、中学生からやってる。中学からやってますね。本当に。じゃあ本当に30年いい。いや、多分やってるだけですね。15プラス35年かもしれないっていう。やばいですね、俺ら。じゃあバッサリいいでしょ。ちょっと風強いね。寒いっすね。寒いね。今日もあれやらなあかんのかな、この映画の続き。いきなりみんなでリンチした後ピエーみたいな。やりますか、神社で。人の目につかないとこでね。あるか。ないな。ないかな。風ばっかり強いぞこれ。寒くなってきた。今さ、ヨウちゃんと話しとったの。この間の映画の続きまたやるって。あの、いや、今日ちょっと今釣り場でインタビューを取ります。すいません、初めまして。どうも、初めまして。あの、今日の釣果はどうですか。今日の釣果は互いに35匹ずつ。え、何時からやられてるんですか。朝7時から、はい、ガチですね。僕らは昼から昼から夕方までのちょっとちょっとあの県超えてるので。どこから来られたんですか。静岡から来られた。あ、地元の人じゃないんだ。そうなんです。あ、地元じゃなくて。静岡でバスフィッシングといえば YouTube とか見られます。あんまり YouTube は見てますね。だけど静岡、まあそうですね、あんまり。静岡はあんまりメジャーなポイントはないんですかね。自分たちのいる周りはそんな金なんで。バス釣り YouTuber なんですけど、おすすめバス釣り YouTuber を見たら教えていただけたら嬉しいな。あ、バスプロだと誰。
か。畑隈とかが好きなんで。あ、畑隈さんと。あ、セイナさんの。あ、濃いか。甘くねえな、子さんも。なあ、釣れねえよ。街角インタビューしたらね、はい、三輪車の前で早朝35センチを打ったか。でかい、何センチ。あれ結構でかいっすよ。40アップ、45あるクランク。何センチ。釣れるやん、諦めな。釣れますね。あれ来た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 っつって40センチくらいあるな。聞くと陽介は今車でダウンしてます。そして一匹釣れたおサバ&サーチング組はあそこででかい魚を今狙って目の色変えて投げてる。おサバさん、やりましたね。来ました。何センチぐらいですか。38がね、うん、ちょうど40ちょうどあるかないか、ね、ないかぐらいですね、うん、すごい、さすがおさぼさん。ありがとうございます。あ、ルアーは、ルアーはね、はい、オービーです。オービー、サニーブロスのオービー、バイブレーションですね。はい、釣れました。はい、はい、ありがとうございます。はい、オービー2本目釣れました。おさぼさん、はい、こっちのね、3人負け犬組、風が吹いて、はい、もうちょっともう釣れんって時に釣ったの。はいはい、あ、釣れました。横で釣ってましたよ。どんな感じで釣れたんですか。あの、実質そういうとは言い過ぎなんですけど、はい、ちょっと離れた、もう本当に、まあ、第一ブレイクくらいのあるイメージ。やっぱりブレイクの下についてるのを絡めながら、ルアーは何ですか。バイブレーション、サニーブロスのオービーですね。サニーの、はい、オービー。どうしたよ、ちゃん。いやー、もうちょっとね、女の子のばっかことばっかり考えて、もうデリのことばっかり。デリですね。釣りよりデリ。デリ、釣りよりデリ。はい、反応がない。反応がない。そうですね。何投げるつもり。またいい試合をせんこう。このようちゃんの必殺技の四国では釣りをしたけど、釣りをせんでしょ。四国いいしだから。釣れなくはないんだけど無反応だね。なかなか厳しいっすね。おさぼさん、まさか一匹釣って満足しちゃったっていう。あ、そうや、二匹や、二匹釣ってちょっと満足。陽ちゃんどうします。これ今回ね、映画陽介なんですよ。この顔見てください。正社員は嫌だ。ただ自営業の方がよりリスク高いと、うん、失敗したら借金まみれになる可能性があるんです、ね、だからサラリーマンの方がいいけど、はい、雇われたくないんですよね、はい、なんかいい仕事ちょっとこのね、今3時ぐらいのバラしましたよ、あれ。バラしちゃいました。動画撮ってないけどバラしちゃって、その後また来たと思ったら今度寝上がり。さっきのは足元まで、サーチュもそこ当たったよね、今。あの足のとこ。でかかった、サイズは。俺は30ぐらい。ちょっとかせ上がってきたね。これ折れた。ちょっとさっきのバラし痛かったで。陽介、あやんとこメールしとん。そうっすね。うん、ちょっとあやんにちょっと説教じゃなかんねん、あれ。あやん、ほんとに。いい加減にしろよ、お前。いい加減にしろよ。付き合い、この野郎。早く付き合えよ、お前、俺。
これ、ようちゃんこれね、あや、あや、これあやです、はい、あや、あや、あやだよ。おい、でもなんか最近態度悪いって聞いたんだけど。え、あや、なにこれ、だってあやムカついてるから。誰にムカついてんのよ。でもあや女だろ。あや女だよ。ねえ、言うこと聞かなきゃダメじゃん、ようちゃんの。ようのサワチンがおるから声かけてやってよ。もうちょっと、ちょっとサワチン、あや、あや、あや、おあや、サワチン気軽に私に LINE してんじゃねえよ。してないよ。いつしてんの。何の話か全然わからんよ。ガチギリだよこれ。本気で怒っとるんじゃん。みーちゃん、ちょっとあややべえな。あややべえっすね。ちょっとあれ猿グッズつけて、あれで縛りつけてさ、べっちゃべちゃやったらな。あれは逆さずりや。一回ちょっと言わさやから。いや逆さずりにして俺のイメージできとるね。もう木に縛ってさ、ムチでおらーっつって謝れって。じゃあちょっと最後釣ろうよ。釣りましょう。俺さっきのバラシが痛かったわ。最後釣りますか。釣りましょうか。ねえ。ガッツリ。多いですけど、あ、ひたすら投げてるんですけど反応ないですね。こうシャッと投げてます。でここの釣りは五山の釣りは、まあこれ夕方ね、三代筋からずーっとね水門が開いてずーっと流れてくるんですよ。でその流れてくる回遊系で、だから同じポイントで居座って丹念にこのコースをずーっと2時間も3時間も投げてると、回遊してきてバグっていうスタンスがあるんですね。どうすか、サーチンさん。全然当たりない。ねえ。まあさっきずっと人入っとったから、そうですね、ちょっと叩かれて、厳しいかな。あれ陽介、それ俺と一緒の服じゃね。いや、ちょっと買いパク。なんか見たことあるな、思ったら。これ俺の服なんや。買いパクしました。いやいや、あの10回。だから月1ペースで来るから、まだ取れる。あ、おさまさん年金持ってる。そうそうそう。あ、払っちゃった。おさまさんの分もさっき。あ、マジですか。来て、5人分って。ああ、ちょっと同じなんだよっていう。ゼロが2つ違うって。え、あ、あ、いくらどんでツイッターで。うん、いや、あの。サージェンさんもタバコ吸うの。タバコ吸います。ああ、もうさっきから僕らタバコも全部拾ってってますからね、逆に。はいはい、そうですね。ほとんどキャッシュしてなかったし。ゴミやったら全部拾いますって。おさまさんも焼肉ですか。焼肉行きましょうか。この辺だとおすすめどこですか。またひょうたんですか。いや、ひょうたんちょっと安くうまいけど、はいはい、もうちょっと高いとこがいいじゃないですか。じゃあ帰ろうかね。うん、いや飯食い行こう。焼肉行こう。飯焼肉行って女買って焼肉でも行くかね。おう、行く、行こう行こう。いや結果今日おさわさんの1匹2匹やったね、はい。おさまさん肉食いますか。今日さおがしらなんで。ありがとうございます。やりましたね、おさまさん。この魚神杯、はい、高橋釣り魚神杯優勝です、はい、ありがとうございます。たまたまどんな感じでやっぱ食ってきたんですか。本当にそのひったくり場ですね。バーンガツンきました。普通に巻いてたら、そうそうそう、うん、投げて投げて巻いてたら、まあ、ボトムをちょ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 っとさつつく形 で、うん、で帯引っかかりにくいので、うん、ボトムをズズズズズと巻いてたら、うん、ドーン。名古屋が来とるな。お疲れ様でした。今回バス釣りドキュメンタリーようちゃん、はい、いろいろ勉強になりました。サーチンさんとこれネットで知り合って、はい、そうですね、7、8年前から知ってるもんね、うん、もうちょっとだ。どうでした、第一印象。お互いに、え、あ、ようちゃん、あ、もうそのまんまやなって。ここね、WBC 世界チャンピオンの井上尚弥とか拓磨が来てるらしい。マジっすか。さっきここに行きつけ今日来るらしいよ。あの親父で、で写真があって、よこれ食いに行くやんって、井上尚弥兄弟が、うん、めっちゃ綺麗ね。綺麗やって。いや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 、あーちょっと嫌がられちゃう。可愛かったね。可愛かった、ね、座布団。あ、これうまそうだ。これサーチンさん、はい、これ座布団1人1個だ。1人ずつやっていい。うんうんうん、そうだね。
から、そうだね、乗らなあかんかったのあれものすごい聞くんだよ、まあ、ちあの感じ取ったで、え感じ取った今まんざらでもないかもしれない断られましたねこれ美味しそうだね、この肉まあいいよ、ありがとう、やっぱこれこんだけ、あ残念、やっぱ井上尚弥が来る店はうめえね、いやこれで9000円ってやばくね、おさむさん俺心臓刺身食ったことないんだけど、そうですね、初めて心臓の刺身、こんなあるの、牛の心臓かな、ですね、で醤油、色がすごい、うまい、あ美味しいよ、じゃあこれちょっとランプなんで、これもうちょいだね、もう焼けた、一人、いやもうちょい、まあ好み好み、あ早いな一人こんだけしかないから、これ500円だから、これやばいでしょ、ランプで、これ上味のね、さあしさん刺身系は好きなんですか、私は食べないですね、あ食べないんだ、え競馬でしょ、そう前るからあまり、あ演技、演技的にね、俺も前でそうだったけど最近食べることないです、うまいよね、当たる当たんない関係ないな、じゃあ貝の実食べます、これ貝の実いただきます、あ貝の実一番うまいかも、うん、いやよちお腹いっぱい、お腹いっぱいっすね、食べたね、でもちょっと物足りないものがありますね、ほんとサージもお腹いっぱい、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、食べ過ぎましたね、ちょっと箸が、はい、ということで、もうサージンさん今年来ないの、ご参入はこれないですね、ああもう仕事忙しい時期だ、11月から忙しい、やべえんだやっぱりね、忙しい、めちゃくちゃ忙しい、ということで皆さん今日はありがとうございました、ありがとうございます。